カップヌードルプロ219円、理想のトマト110円、塩むすび59円、そして卵1個33円、合わせて合計421円です。それではいただきたいと思います。お湯を入れまして3分待ちます。美味しさそのまま、高タンパクプロチリトマトカップヌードルです。できました。お湯を少なめに入れてます。ここに先ほどの理想のトマト、こちらを入れていきます。そして箸で混ぜ合わせます。これによりトマト感がさらに増しますよ。いつもご視聴ありがとうございます。食べることは生きることです。私たちの体は食べ物でできています。カズヤン食堂を通じて、いかに食が大切であるかを少しずつでも多くの方にお伝えできればと思っております。1971年9月18日に誕生した世界初のカップ麺、カップヌードルは、発売から50年以上にわたって愛され続けるインスタントラーメンのナンバーワンブランドだそうです。カップヌードルプロ、タンパク質&低糖質は、カップヌードルの味わいを、食べ応えはそのまま、タンパク質を 15% 配合し、糖質を 50% オフを実現した国内初のタンパク質強化カップ麺です。2021年4月の発売以来、健康意識の高い方を中心に多くのお客様からご支持をいただいているそうですよ。今回のリニューアルでは、食物繊維をたっぷりと練り込んだ麺の美味しさを追求し、原材料や配合を調整することで糖質 50% オフを実現しながらも、自然な食感と風味をお楽しみいただけるようにしているそうですよ。麺が生まれ変わってさらに美味しくなったカップヌードルプロ高タンパク&低糖質シリーズを、ぜひ皆様も食べてみてください。今回私が挑戦したのはチリトマトです。いただきます。あなたは本来の自分を生きていますか？そう聞かれても、本来の自分とは何だろうと考えてしまうと思います。本来の自分を生きている人というのは、自分と他者との区別がついておらず、主語が私たちの人です。自分勝手な人と正反対のような人もとも言えるでしょうか。自分勝手な人は自己中心的で、自分のことばかりを考えています。そして自分の利益にばかり目が向き、自分の損得で判断する利己的な人、今だけ、金だけ、自分だけ、主語は自分の人のことです。少なからずとも人は自分勝手になってしまう場面もあるかと思います。一方で、本来の自分を生きている人というのは、自分のことを忘れてしまいます。まさに我を忘れて何かに打ち込んでいる人です。我を忘れていますから、自分の損得についてあまり考えません。自分と他者との区別がついていないので、自分のために、いや人のためにという概念を手放しています。毎日を楽しみながら、自分を超えた大きな夢や目標、または私たちみんなのためにやりたいことやできることをやっています。
つまり我がなく自分のことを忘れている人が本来の自分を生きている人です。この本来の自分を生きている人は意識的にも無意識的にも思考、感情、体イコール自分ではないことが分かっています。私たちのためになんて大きなことを考えてしまうと悩んでしまうかもしれません。ですが一番身近にいるのが思考、感情、体というインナーパートナーです。まずは自分やインナーパートナーのためにやりたいことやできることをやってみるのはいかがでしょうか。きっと充実した時間が過ごせると思いますよ。これを機に本来の自分を生きているか振り返ってみてください。ごちそうさまでした。良い一日をお過ごしください。カツヤン食堂です。またね。バイバイ。